真ん中に来たボール、これどうやったら取れるかって言ったら、体、あの体でどこを入れた方が勝ちだと思う。何、体のどこの部分を入れた。肩。そう、正解。肩。あのね、こうゴムゴムでペンってちょっと負けてあげて、あのこうゴムゴムやった時に肩を入れた方が勝ちや。わかる？なんでかって言ったら、肩入れることによってもう手に何もできへんやん。だから、っていうことは、ここへ走ってる、こう、競り合って走ってるときに、手を使って、もう、肩入れたもんだけやな、ここは。だから、これ、押さえるんですよ。だから、肩から、もう、肩から。これの勝ち！肩から、こう、ぶつかる気持ちやろ。パッと上げてるから、ね、はい、こう。
左に乗るんだろ。